さあ始まりました鉄トークの時間です。この番組は鉄道が大好きな人をゲストに迎えて自身の鉄道趣味について熱く語ってもらう番組です。本日 MC を担当いたします阿久津優と申します。よろしくお願いします。斉藤修平です。よろしくお願いします。はい、それでは本日のゲストの方を紹介いたしましょう。本日のゲストの方はこちらです。はい、本日のゲストです、横山翔です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、新潟に稲穂に新車両が入りましたけれども、はい、もう乗られましたか？いや、まだなんですよね。写真では見たんですけど、はい、実際に行っては見てないんですよね。乗ってもないですし。あ、そうなんですか。はい、私この間ウェッツ線乗ってたら、うん、オレンジ色の車両がカーッと走ってきました。かっこいいなって思ったんですけど、パッと見て、はい、おーってなりました。おーってなりますね。僕たちは茨城出身なんですけど、あ、はい、例えば2人とも茨城出身で、もともと茨城の特急フレッシュ日立として、 あの方が走ってたんですけど、はい、あれがね、あんな色になってそうですね。まさかまた新潟で会えるとは思うね。もともとはこうカラフルな、ね、色で、うん、そうでしたね。青、赤、黄色、オレンジ、いろんな色がね、5色ですか、ね、はい、うん、走ってて、それが今はなんか日本海の夕日が沈むのをモチーフにしたペイントがついて、大胆な色になりましたね。まあ鮮やかな、昔は上の方がこうメタリックな色で、下にいろんな色がついてたんですけど、みんなオレンジと、あとちょっと薄い白、あ、オレンジっぽい白かな、はい、みんな形になって、なんか不思議なね、僕たちの知ってる653系ではないなっていうような印象ですけどね。か、我々からすればもう新しい車両ってイメージありますけど、茨城の方からすればおなじみの列車だったなと、はい、そうですね、まさがりっていう感じですかね。なるほど、そうですね。ということで、それではこの番組のメインのコーナー、鉄トークに移りたいと思います。はい、このコーナーはゲストが自身の鉄道趣味について熱く語ってもらうコーナーです。さあ、本日のテーマはどんなテーマなのでしょうか。気になるところですが、さあ発表していただきましょう。本日のテーマはこちら。はい、ズバリロゴ鉄です。ロゴ鉄ですか。はい、組み立てていって、あ、そうそうそう、おもちゃ売ってる、いろんな色々、それはレゴです。レゴ、あ、レゴそうそうだよ。ロゴ近い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 けど、あ、惜しかったですね。ロゴですロゴですロゴです、ね、ロゴですロゴです、はい、ロゴってどんな形の。あ、そうですね、ロゴっていろんな企業さん、はい、車会社さんであったり、うん、職人会社さんであったり、いろんな会社のロゴ思ってると思うんですけど、はいはい、僕そういうロゴを見るのが好きで、特に鉄道会社のロゴっていうのは、普段本当は見慣れてるはずなんだけど、なかなか頭に入ってないような。あ、確かに、ね、言われてみればなんとなく思い出せるかなって感じですけど、うん、はっきりとは思い出せないですね。そうですよね、見ればわかるけど、はい、よくわからないなっていう部分があると思うんですけど、うん、実はですね、会社でそれぞれ深い意味を持ってそのロゴっていうのは作られてるんですね。調べてみると面白いんですけど、で今回はですね、首都圏の東京圏の、はい、私鉄のロゴについてですね、ちょっと見ていきたいなと思います。首都圏ですか、はい、はい、ということでですね、まずはこの、こちらは何線ですか。東横線の渋谷駅の急線系ですね。渋谷駅、はい、この間地下に副都心線直通になって、はいはいはい、地上ホームがなくなったのは有名なんですが、そうですね、はいはい、その前に一回見ておきたいなと思って。なるほど、はい、この方ももう東横線から引退してしまってですね、あ、昔ここら沿線に住んでてちょっと思い出深いものがあったんですけど、あ、私鉄ですと大、はい、まあ、会社にもよるんですけど、はい、1両に1箇所ワンポイントとして乗っかっていることが多いんですけど、東急なんかもですね、はい、1両につき1つ、なるほど、っていう風になってるんですね。お、これが東急のロゴになるんですけど、はい、これが東急電鉄のロゴで、ですね、この楕円の部分が、はい、地球を表しているような、地球ですか、はい、広い地球を表してて、でその白い切り抜きの部分が東急の T、はい、T なんですね。 T を表していまして、その下の円弧の部分が3本ありますけど、はい、楕円と含めて4つで、交通、はい、開発、うん、流通、はい、健康産業の4部門を表してそうなんですね。あ、じゃあその願いをギュッとあのマーク1つに込めていると、はい、そうですね。
あ、深いですね。もうこれだけで、あの会社の何をしたいのかっていうのが、はい、詰まってるってことなんですね、はい、でこの赤もこれでコーポレートカラー、赤を見たら東急、はいはい、で分かる人は分かる。なるほど、はい、色も結構重要ですもんね。色重要ですね。確かにそれぞれの会社で、はいはい、もうこの会社はこの色っていうのがあるので、で東急はもう赤っていうのがメインで、電車も赤いラインが引いてあるのが多いんですけどね。あ、確かにそうですね、はい、東急は、はい、あ、赤を押してますね。なるほど、はい、あ、素晴らしい。じゃあ次に行ってもらってよろしいですか。あ、今度はですね、はい、東武鉄道の新しいロゴマークなんですね。あ、最近変わったんですか。そうですね、スカイツリーができて、あ、はい、それに関連して、あのいろんなことが、いろんなところが新しくなってそうでしたね、はい、確かに。そうスカイツリーは東武がね、株持ってはい、事業主体が東武鉄道ですので、うん、はい、でそれに関連していろんなロゴを変えてってですね、スカイツリーのロゴもかなりおしゃれなロゴなんですけど、はい、そうでしたね、はい、それでついでにというかわからないですがそうです、ね、あの東武鉄道のロゴも新しくなったんですね。でこの今度、4方向にこう伸びているようなデザインで、はい、まあ、あのいろんなところに事業を伸ばしますよっていうようなメッセージが伝わってくるかと思うんですけど、あの多分僕の主観ではやっぱこうスカイツリーを強く意識してこう電波がこう四方に飛んでるような あの T もなんかタワーの T みたいな。あ、そうですね、そういう風にも撮れますもんね。いろんな考えさせられる、はい、そうなんですよ、デザインですね、シンプルなのが、はい、本当あのロゴ作った人は考えてないようなことでもこう考えていくと、あ、こういうことも考えられるなっていうのがちょこちょこあって面白いんですよね。確かに東武もこんだけシンプルですけど、もうどんどんこう想像が膨らんでくるっていう、はい、面白いロゴなんですね。はい、で次行ってもらってよろしいですかね。今度西武鉄道。これは分かります、はい、西武、ちょっと先ほどいろんな話をしたんですけど、はい、最近首都圏の鉄道会社っていうのは青が好きなようなイメージがあって、水色っていうか、はい、言われてみれば確かに西武は昔あの黄色い電車がこうたくさん走ってるようなイメージがあると思うんですけど、最近青に乗り換えてというか、結構前ですけどね、車両からすれば、うん、なんですけど青に乗り換えて、東武鉄道も最近青を押し始め、先ほどの東武も、うん、っていう感じでなんか青に傾いてきてるなっていう、かぶってきちゃってるなっていうのはちょっとあるんですよね、はい、でちょっと西武の話に戻るんですけど、この左側の部分があの西、漢字の西をイメージしてて、西武の西ですね、はい、あ、言われてみれば西、はい、でちょっと果実の形のようにも見えて、うん、はい、実るという、あ、なるほど、祈っていければいいなというような意味があるそうですね。甘いですね、はい、うん、でもう西武はどんどんこうイメージアップというか、どんな駅も看板新しくしてるんですね、はい、この青系で統一してきて、あのどんどん新しくなってます、はい、明るくていい色ですね。いや、はい、そうですね、うん、次に行ってもらっていいですかね。この京成グループなんですけど、京ダッシュ西、京成西、あ、なんかこのダッシュの部分にすごい意味が入ってそうですねなんか赤は情熱を表しているというような、はい、あの意味らしいですけどね、会社のホームページを見ますと、あの東京の私鉄っていうのは東京の京にあの行き先の、例えば京王でしたらあの八王子の王とか、うん、京急、あ、あと京急とか東急と、京を最初につけてその後に次の漢字っていうのが多いんですね。そうするとこの京成のように京ダッシュが全ての会社で使えるんですよ。京成、京急とか、京急、京東急とか、うん、あ、東急は使えない東急はそう、京から始まる会社はできるので、はい、うん、なんですけど京成しかやってないというか、あえて他の会社が採用しなかったのか思いつかなかったのかは分からないんですが、形成はこれで、もう見た目わかりますよね、どの会社かっていうのは、ね、はい、パッと見て、はい、やっぱロゴマークはパッと見て何の会社かっていうのが、なんて名前の会社かっていうのが分かるのが大事だと思うんですね、うん、はい、確かに。で、いい例かなと、あ、分かりやすい、読んでみて、あ、ちょっと納得というか、そうですね、なんか、はい、面白いなっていうのはすんなり入ってきますよね、はい、はい、じゃあ次の方です。あ、この京王ですね。あ、これはよく見ますね、このロゴマークは。なんでなんですかね、僕もよく見る気がするんですけど、うん、なんでよく見るのかわかんないですね。イメージの残りやすいんですかね。これはですね、会社のホームページ行ってもちょっと意味は見つけられなかったんですけど、その由来というんですかね、はい、うん、
でもあのスッと入ってくる、もう慶応っていうのは分かりやすいですね。確かにね。でスピード感もあって、あ、なんか慶応乗ったら早く目的地に着けるのかなっていうのもなんとなくこう伝わってきますし、でコーポレートカラーのこのピンクと濃い青っていうのも、これ電車で使われている色ですけど、このあえてこの明るいピンクをちっちゃく使っててアクセントになってですね、良いアクセントになってですね、っていうのは、あ、優等生かなと思うんですよね、この慶応マークも、うん、あ、ロゴマーク界の優等生、うん、かなり優等生でシンプルなんですけど、はいはい、分かりやすくてスッと入ってくるっていう意味では、うん、いいマークだなっていう感じはありますね、うん、ここも青なんですね、他の東部とか、あ、そうなんですけど、でも、まあ、メインはあのピンクかな、あ、って感じで、でもちょっと濃い青、はい、やっぱそうなんかね、青系がやっぱ多いですよね、うん、そういう意味ではということで、じゃあ、次のお願いします。あ、今度京急、京浜急行ですね。ちょっと古いんですけど、はい、あの今の、マークはですね、この白抜きになってる部分が、まあ、青くなってて、で背景の青が、まあ、白っていうような状態で、下のあの漢字の部分がないようなのが、あの今のメインの京急のマークになってるんですけど、京浜急行に関してはちょっと、伝わってこない感じはちょっとあるんですよね。京急ってこう書いてあるんですけど、まあ、分かりやすいのが一番。あ、まあそうですけどね、はい、うん、京急って結構車両が赤いイメージがすごい強くて、はいはいはい、でもロゴは青ってなんか意外ですね。そうなんですよね、うん、僕も母方の実家が京急線沿いで、で看板、駅名の看板とか、はい、駅名表とかみんなこの青なんですよね。あ、なので電車は赤いんですけど、なんか僕の中で京急って青いイメージがあるんですね。あ、なるほど、はい、これもまあでも分かりやすくていいと思いますね、うんうんうん、はい、じゃあ次の、あ、東京メトロもあるんですけど、これはもうメトロの M そうですね、でハートを掛け合わせた。あ、ハートなんですね、ハートなんですね、はい、じゃあ次の方お願いします。小田急、小田急、これはあの最近出てきたんですけど、かなり、はい、あの新しいなと思ってまして、こうなんかよじれてるようなマークですね、うん、そうですね、ちょっと面白いな、今までなかったなっていうのがありますね。これはオーラですかね、 D なんですかね。オーなんですね、オーらしいですね、はい、ちょっとドラえもんのロゴとしても使えるからドラえもんっぽいな色も、なるほど、はい、はい、じゃあ次のお願いします。これ相鉄、そう、あの相模鉄道のロゴですね、はい、うん、これはもうインフィニティ、無限をちょっとねじ出して、あと相鉄の S が掛け合わせて8みたいな、はい、となってますね。はい、じゃあ次のやつでお願いします。はい、あ、そういえば私どもがお聞きしたところによると、あの新潟大学鉄道研究部に所属されてるそうですが、大学のそのクラブのロゴマークも作られたそうで。あ、そうなんですか。好きすぎて、ロゴが好きすぎて自分で作ってしまった。ちょっとお酒飲みながらなんかいけるかなって書いてみたの、おー、この子いいじゃないのっていうので、これはですね、はい、あの新潟の N に、うん、あと渡り線、はい、線路の渡り線をこうイメージさせた、はい、N に渡り線にかけて、 あとダイヤ型にして、あの鉄道で重要なダイヤ、あ、なるほど、ダイヤグラムを掛け合わせたようなデザインとなってますね。いろんな意味が込められてますね、はい、これにも、うん、これも素晴らしい、はい、っていう感じですね。こんなロゴまで作ってしまうとは、さすがロゴ鉄、暇になったらもう作ってますねそうなんです、はい、次回作期待してます。あ、ちょっと頑張ります、なんか、はい、さあ残念ですが、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。でもこうやってね、なかなかあのロゴを並べてみるってこともなかなかない機会ですけれども、うん、深いですね、いろんな、その会社によってこうして、ま、あのいろんな思いが込められてるっていうのが分かって、素晴らしい、非常に良かったですね、うん、これきっかけにね、いろいろこう考えながら、想像力を膨らませながら、会社のロゴを鉄道会社以外のものですね、そうですね、こう見ていただければいいかなと思いますね、なんかきっかけになっていただければ。確かに今度乗るときはちょっと意識してみたいと思います。そうですね、これあれだなっていうのを考えながらやってもらいたいなと思います。ですね、はい、今日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。ではさようなら、はいはい。